はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録はまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、青ターンアグロということで、先日のね、酔いどれ配信でやった青ターンをちょっと改良していきました。あの時、結構ね、BO1 で回してると、ランク戦とかでも回してるとね、ハンドで腐るカードがあったんですね。まあそこら辺をちょっと解消しました。そしたらまあ結構ね、全部いい感じに腐らずにね、使っていけるようになりましたんで、はい、これでやっていきたいと思います。さあ、それじゃあやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。まあ2ターン目こいつ出して生きて帰ってこれたらって感じですか。黒か、嫌だな。どうしよっかな。待つか。クリーチャー1体しかおらんしね。とりあえず待つわ。ターン終了。一応呪文貫きね、構えながらやっていこうか。できれば次土地引くがこのターン何もしてほしくないね。危な、呪文貫き。ただこうなるとねちょっとしんどいんですよ。アタック。お、トンズラ引いた。これはでかいな。もうここ一点突破で狙っていくか。一点突破していこう。ターン終了。もう一点突破、もうこいつで殴り切る。呪文の方がいいんだけどね。さあ呪文、これはきついな。もう細かい除去多いな。まいったな。さっき捨てちゃったからな。もうグリちゃいないんだ。ふふ、うん、状況な、多いな。さあ、かき消し。とりあえずなんかちょっとでも引いてくれないことには何もできないぞ。結構除去多めな感じなんですかね。さあ、マイナス1修正来るから、ちょっと考えんとダメだね。とりあえずなんか引いて星を来たね。嵐追いのドレイク。まあカウンターはないけど、トンズラ2枚。さあ、トンズラ。
ターン終了。さあ、こちらのターンになるまでね、フェーズアウトできるのは非常にいいね。相手のターンではやられないんで。でかくなっても向こう即死の呪文あるのがね、やっぱちょっときついなとは思うけど。さあ、警備の抜け穴。さあ、警備の抜け穴。さあ、アタック。さあ、命取りの論争。マジか。よりによってそこか。あ、そっか、でも。そうかそうか、これで書き消しでいけるか。アートファクト生贄に捧げたんだね。さあ、アタック。ドンズラの方がいいね。ターン終了。もう先にトンズラさせといた方がよかったかな。これ4点でしたっけ ?4 点っすよね。もうさっきのパターンになったらもう悲惨ですからね。お相手があとハンド5枚。こいつは関係ないね。まあでもしょうがないよ。ライフ回復あんのか。それはでもそれでめんどくさいな。これは相当めんどくさいな。4点とか回復されるぐらいであれば。つなぐっといた方がいいか。さあ、アタック。ターン終了。もうしゃあないね。ライフ19。きついな。
さあブロック、なんだろう、なんか飛んでくんのかな、何も飛んでこなかった。さあダック、ターン終了。さああと相手のハンド次第で次のターン倒せるかもしれん。さあトンズラ、はい、対戦ありがとうございました。さあ今回フェアリーの嵐屋一点突破狙っていくしかないかな、これは。先行だったら面白かったけど、さあ7枚でキープ、ターン終了。ターン終了。トークン狙い1体以上のクリーチャーが死亡するたびフラワーを持つ22のズ、はいはい、エンチャントかグールの更新、珍しいカードですね。さあフェアリーの嵐屋ブロック、参ったな。どうだ、黒の除去が飛んでくるか、知能差の乾き、それだけがちょっと痛いけど、なんか来そうですね、止まってるし。他に泊まるやつって何かあったっけ、村の儀式とか。お、まさかまさかだ。さあ警備の抜け穴、さあダック、まあいらんか。
旦終了。まあ、あとは1点突破狙っていくだけ。とりあえず虐殺事件は聞かないよね。さあ、もうあとはフェアリーの嵐は守りながらね、一応まあ流星するスピリットは出してはおくけど、とりあえず殴るか。さあアタック。さあ流星するスピリット、ターン終了。アラシア倒せますかね。かなり硬いぞこれは。お、なんか越外の新しいやつ来たね、アラシア。まあこれは別にいいかな。はい、 OK です。これも別に OK かな。さあ呪言、次のターン土地を引いてほしいね。さあブロック、はい、2-3になる。土地引いた、これはラッキーですね。さあ飛行クリーチャー2体でアタック。通してきましたね。さあ防御して、どうする、どうする。はい、ターン終了。さあ次のターン飛行クリーチャータップさせてね、もう殴っていけば OK かなとは思うんですけど。戻り食いか、トンズラでいいか。さあトンズラ、
まさかの2体目。1体タップしても突破できないね。まあサイズはそんなに問題ないんだけど、3体目。お、殴ってくるけど、でもダメだな。それでも突破できないな。突破ができない。あ、いい感じだわ。いけたわ。さあ、承認保護。さあ、タップさせる。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行。全然先行くれんな。さあ7枚でキープ。白タンかオルゾフあたりか、セレズニアかライフゲイン系。まあ、でも天使の可能性もあんのか。オルゾフクレリックかと思ったらまた違うか。なんでしょうね。わからんの。ターン終了。冥府のペット、また珍しいの来ましたね。珍しすぎてびっくりだ。さあ、フェアリーの嵐屋。さあ、ブロック。少しでも削っていこう。とにかくサイズを上げていかんことには話にならんけどな。ん？あ、さらに飛行も得るのか。よくできてんな。消えゆく希望。お、いいですね。土地が欲しい。出してくるカードはないんじゃないかな。さあアタック。そう信じて突っ込んでいこう。多分流す系のカードは入ってないような気がする。なんで？ん？まあちょっとわからんけど。
ヨルメッカイと間違えたか。そういうわけではない。早く殴らんと結構きついんだ。向こう土地伸びてるからね。さあ、君は近づいてくる。護衛兵に気づいた。呪言。44で殴るか、66か。7点。叩き込みに行くかどうかだね。難しいな。どうする？相手に状況がないんであればもう攻めたいところなんですけど、攻めるか。さあ、アタック。嵐山サイズでかくしながら行こう。いや、いいですね。さあ、承認保護。まあ、ちょっともうカウンター乗っちゃってますけど、まあ、これ以上カウンター乗らないと。さあ、44。まあ、とりあえず1体だけ出して殴るか。さあ、アタック。そしてカードを引く。ターン終了。さあ、これはもういったでしょう。全部殴られても8点だからね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。青タンアグロということで、1マナと2マナだけでね、構築した青タンになるんですけども、まあ、この前のあの、酔いどれのデッキ紹介で、やったやつをさらに回してる中でね、BO1 で勝ちやすいように、こう、ちょっと調整してみました。かなり無駄がなくなって、実際やってる時にハンドで腐るっていうことがね、ほとんどなくなりましたんで、まあ、こいつ強いね、承認保護ね。まあ、他のカードもなかなか1マナ2マナとはいえ、侮れないカードばっかりなんでね、青タンの一つ、アグロの形になったんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じで。はい、青タンアグロ好きな方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。